はい、どうも皆さんこんばんは。開封大好き吉弘です。今日もですね、闘争対戦のカードの紹介をしていこうと思うんですが、なんとですね、ついにですね、あの悪の親玉ニコル・ボーラス、今回のニコル・ボーラスが公開されました。熱い。で、今回のニコル・ボーラスなんですけど、なんとね、シンボル5個の5マナのプレインズ・ウォーカーで中性4で、常在能力がこれまたね、すごくて、まあ、今回の物語はね、そのニコル・ボーラスがいろんなプレインズ・ウォーカーのその火を奪ってもう最強のドラゴンになるみたいな感じの物語なんで、まあそれを象徴とするような能力で、ニコル・ボーラスはね、戦場にある全ての他のプレインズ・ウォーカーの中性能力を持つっていう能力なんで、だからね、あのまあ自分の戦場にプレインズ・ウォーカーがいっぱいいれば、その中性能力、まあ使えるのはね、1回っていうのはそのまあルーリングで変わらないんですけど、まあその選択肢が増えるし、さらに相手のプレインズ・ウォーカーの能力も使えるので、相手のプリンズウォーカーの出た開始に出すこととかによって、まあ、光る能力があったりもするんで、まあ、この能力はね、かなりその、まあ、斬新、今までにない能力で、しかもやっぱその、まあ、ラスボス感漂うね、素晴らしい能力になってると思います。で、まあ、プラ1が、あなたはカードを1枚引くと、各対戦相手は手札にあるカードを1枚か、自分がコントロールしてるパーマネント1個を追放するっていう能力で、で、マイナス3がクリーチャーがプリンズウォーカー1体を破壊するっていうので、まあ、そのニコル・ボーラスっぽい能力になってて、で、奥義がね、これが結構ね、かっこよくてね、伝説のクリーチャーがプリンズウォーカーをコントロールしない対戦相手はゲームに敗北するっていうね。まあ、そのままね、ゲーム勝利に直結するっていう能力で、かなりかっちょいですね。で、まあ、こいつの、評価について言うとですね、弱いんじゃないですかね、これは。ちょっとばかし。ちょっとそのね、残念な点で言うと、まあ、このシンボルって、相当寄せても、まあ、出ないわけですよ。てか、ケイアラス5が4ターン目に打てなかったりするのがちょいちょいあるのと、同じように、これ全然5ターン目出れない可能性があるわけですよね。ここまでシンボルが、拘束されてると。で、なんか悪い点その2で言うと、このプラ1がね、まあ、カードを1枚引いて対戦相手がハンド1枚かコントロールしてるパーマネント1個追放なんですけど、土地もいけちゃうんですよね。で、土地って終盤腐るんで、全然消える分に相手困らないので、で、これがね、ちゃんと序盤に着地できるんだったら、まあ、土地は重要なカードなんで、そのまあ相手土地追放しないでちゃんとハンド切るか、まあ戦場にあるカードを切ると思うんでいいんですけど、ただね、こんだけシンボルきついと序盤にちゃんと着地できるかってのが微妙なところなんで、終盤とかになりがちなんですよね。で、終盤になるとやっぱ土地はもう不要牌なんで、そういう面でちょっとこのプラ1がね、欠陥抱えてるかなと思いました。で、まあマイナス3はね、まあ結構強いですね。一応こいつの中性が1残って、なんか除去できるっていうので、まあ、これが戦場に残りつつ相手の行動を蓋できるっていうので、かなり強くて。で、まあ、奥義もね、奥義も結構強いんですよ。もうその瞬間にゲーム勝利直結するんで、まあインスタントタイミングでね、出てくる伝説とかいたらちょっと面倒なんですけど、てかそいつちょっとかっこいいですよね。ゲームが終わる瞬間に出てきて、まだ俺が残ってるぜみたいな感じで、ラフキャパシンとかが出てくるっていうので、そいつかなり株価上昇しますね。それで出てきたら。で、まあ、逆にね、いいところを説明すると、プリンズウォーカーすべての能力が使えるので、相手の行動の開始に出てくるこいつとかはまあまあ強かったりするんですよね。だからいいのが、だから5マナなんで、そのテフェリーの開始に、まあ、テフェリー2マナ起こして出してきたりしたら、まあ、カウントあるかもしれないんですけど、テフェリーの開始に出して、その小マイナスでテフェリーを、トップに戻したりするみたいな動きは結構強いので、まあでもそれね、変わんねえんだよな、マイナス3でデストロイしてんのと。デストロイした方がいいよな、なんなら。そうだよな、使ってる中性値も同じだからな。まあだからね、そのプラ2を持ってるプレインズウォーカーがいる状態でこいつを出せばすぐに奥義が打てるので、だからそこは強い点っちゃ強い点ですけど、まあそういう風に使った奥義って多分相手伝説コントロールしてるだろうから、あんま強くないかなっていうのでね、ちょっとね、もうイラストもかっこいいし、名前もね、ドラゴンゴッドっていうので、すげえかっこいいんですけど、まあ過去ね、最も軽くなってるニコル・ボーラスだけあって、能力もかなりしょっぱめになっちゃってますね。はい、それが今回のニコル・ボーラスでした。で、さらにね、ニコル・ボーラスの関連レアカードがね、2枚公開されてて、
で、1個がね、3マナのソーサリーで、墓地にあるカードを最大4枚まで選んで、で、ボーラスプレインズウォーカーをコントロールしてるなら、それをそのまま手札に戻すと。だから、3マナで墓地にあるカード4枚ハンドインできるわけですよ。で、そうじゃないなら対戦相手が、で、そうでないなら対戦相手1人が、その中から2枚選んで、選ばれたカードを、墓地に残してそれ以外をハンドに加えるってね、これちょっとね表現が独特なんですよね。大体選ばれたカードが手札に行くんじゃねえのかよって思うかもしれないですけど、選ばれたカードがまあその墓地に行って残りがハンドに来るっていう風になってて、でまあ最後にこのカードが追放されるっていうので、まあこのカードからこのカードっていうような使い回しができないようにはデザインされてて、でねまず一つ言うと、黒がやっていいカードなのかっていう感じなんですよね。これって明らかに緑の効果なんで、その墓地にあるカード何でも対象に取れてそれを回収できるんで、すごいその黒らしからぬ効果で、でまあボーラスがいないと2枚しか戻ってこないんですけど、これねケチな贈り物と違って、その最大4枚までって別に異なる名前のカードじゃなくていいんですよね。だから同名のカードでもいいんで、例えば稲妻4枚とか墓地にあるのを指定すれば、どの稲妻にするみたいな感じで擬似的にその選択肢がない状態にとかもできるので、だからなんだろうな、まあボーラスがいることによってね、その4枚回収っていうね、とんでもないアドバンテージを得られるんですけど、まあボーラスがいなくてもそういう使い方をすればね、特定のカードをもう相手の選択肢なく回収することが取れるので、でまあイラストがね結構その独特のタッチで、なこのイラスト描いてる人って黒のカードよく描いてますよね。俺このイラストレーターさんかなり好きなんで、まあイラストはねかなり好みなんですが、カード自体はやっぱボーラスと併用して使うべきカードだなって思いました。でボーラスがねまあこんな仕上がりなんで、まあお察しって感じですね。で次のカードがザ・エルダースペルっていうね、これまたその多分ボーラス様の技の一つなんでしょうが、まあその永遠衆によってプレインズウォーカーが魂抜かれてるみたいなイラストで、で2マナソーサリーってかなり軽めで、で能力がね衝撃なんですよね。望む数のプレインズウォーカーを対象としてそれらを破壊すると、まず2マナで好きなだけプリンズウォーカー破壊できんの？破壊放題じゃんみたいな感じの衝撃をまず受けて、で多分とんでもないデメリットが搭載されてると思ったんですよ。その望んだ数のプリンズウォーカー破壊して、破壊した数分なんかライフ1体につきなんか5点失うみたいな超デメリットが搭載されてんのかなと思ったら、バカメリット能力で、あなたがコントロールしてるプリンズウォーカー1体の上に破壊したプリンズウォーカー1体につき中性値が2個増えるんですよ。やべえだろと。だからね、もうそもそも2マナでプリンズウォーカーって破壊放題していいんだっていう、そのコストの適正さを疑うカードで、で、まあこれまた多分フレーバー的には、これでいっぱいプリンズウォーカー破壊して、ボーラス様の上に中精度をいっぱい乗っけて、で、ボーラス様が奥義を打つとそのまま勝利だぜ、イエーイみたいな感じのデザインなんですけど、これはね、テフェリー様の上に乗っけたいですね。で、それでテフェリー様が、中性値1残した状態で奥義打ちたいですよね。ということで、このエルダースペルはね、なんかテフェリーの上に乗っけるのでよく見るんじゃないかなっていう気がしております。プレインズウォーカーってそんないっぱい並ぶことないんで、破壊放題することがそんな強いかっていうとよくわかんないんですけど、ただ2マナでやっていいことなんだなっていうその衝撃でしたね。思うことはそこだわ。その強い弱いじゃなくて、やっていいんだそんなことっていうカードでした。で、次またね、ボーラス様のカードで、終局の始まりっていうね、青のインスタントで、で、これね、かっこいいんですよね。まあ、イラストかっこよくて、能力もかっちょよくて、打ち消されないんですよ。とりあえず打ち消されないっていうだけで、なんかこのカードのね、力強さみたいなのを感じるところで、で、カードを2枚引いて、その後、動員 X を行うと。だからその軍団 X が誕生するわけですよね。軍団 X とかマジ名前かっこいいな。で、X の値はハンドの枚数に等しいっていうので、まあ、とりあえずカードが2枚引けるんで、最低でもその22の軍団が誕生するし、その終盤岩式とか使ってハンド増やした後に使うと、結構屈強な軍団が誕生するし、しかもまあインスタントタイミングなんでね、好きなく動けるっていうので、まあ、これはね、やっぱりその、まあどうしても軍団シナジーありきのカードにはなると思うんですよね。コントロール系がまあ雑に入れて、ある程度のサイズのフィニッシャー作るっていうのも悪くないと思うんですけど、まあ引くのが2枚なんでね。で、別にドロースペルなんていうのは基本的に打ち消されないので、まあ、つってもそうか、
軍団が誕生するからこのカードは打ち消される対象になりやすいけど、まあそこがケアされてるっていうので、うん、ちょっとでもねマナコストがね重いかな。どうしてもインスタントカードっていうのはね隙がないんで、なんか強みに評価しがちなんですけど、それでもねちょっと6は重いんじゃないかなって。でも5だったらなんか強すぎる気もするしな。なんで5マナで2ドローして、あの一応そのフィニッシャーを誕生させてんだよっていうツッコミ来るだろうからな。そうだな、まあサイズだな。その青ハルクがまあいい例なんですけど、青ハルクは基本的にその5、6瞬速で、まあ一応墓地にあるカードで選択肢はいろいろあるんですけど、まあ片鱗を打つことが基本だったので、まあだからあのその2ドローでフィニッシャーっていうのは悪くないんですけど、ハンドが枚数ないと出てくるの2-2とか3-3になっちゃうんで、だからまあそのコントロールのフィニッシャーを兼ねれるようなあれじゃないかなと思うんだよな。あとまあその誕生する軍団はどうしてもそのひとまとまりになっちゃうので、そうだな、そうだな、ハルクより強いところは特にないから、まあかといってもハルクがない環境なんでね、あの使うかっていうと絶妙なとこだな。そんな ここにフィニッシャーを兼ねるのはでも悪くないかな。そう、今のエスパーコンねとにかくトロいんですよね。その相手を殺せる状態にしてもフィニッシャーになるカードが結局いなくて、そのテフェリーでプラスやりつつ、まあその盤石だろうと思ったら意外とカウンターとか除去が枯渇して負けるみたいなことはあるので、だからねやっぱコントロールとしても早くとどめさせたいんですよ。そのもう盤面を制圧できたら、まあいくらもうアドバンテージが稼げるから安泰だって言いつつも、時々運悪くその引くカード引くカード土地でもう10連続土地とかで負けましたとかがあるので、だからコントロール的にもやっぱ早くフィニッシャー、フィニッシュはしたいので、まあいいカードなんじゃないかな。ごめん、今のカードに関してすごい微妙なことしか言えなかったわ。すいません。で、次はね、この永遠衆がそのままクリーチャーになってるみたいなカードで、なんだこいつ、2マナ23、青黒の2マナ23で、でタップするとあなたがコントロールするアーティファクトかクリーチャーか土地かプレインズウォーカーから中性値を1個取り除いてカードを1枚、なんで自分なの。これ別に相手いけていいっしょこんな能力。マジかよ。2マナ23マルチの2マナ23のクリーチャー、その相手のプレインズウォーカーとかに牽制かけれてよくない。あなたがコントロールする限定なの。なんだよ、なんかちょっとそのいい感じの、そう、あれ、吸血鬼の呪詛術師みたいな感じでね、相手のそのカウンター乗っかってるパーマネントに牽制効かせられるいいカードかなと思ったら、自分のしかいけねえのかよ、その、これなんだろう、相手、まあそうだな。ただイラストちょっと面白いですね。その調子乗りすぎたドムリ君が、お前調子乗りすぎだろ、みたいな感じで、永遠神に締められてるみたいなので、負けちゃうんだこの23のクリーチャーにっていうツッコミどころがあるカードだな。まあ、マリットレイジをね10ターンかけてね誕生させて、かつカードが10枚引けるっていうのはねすごいお得だと思いました。はいそんぐらいだわ。で今日最後の紹介はアショクですね。アショクはねテイロスのプリンズウォーカーで、まあすごい軽いプリンズウォーカーでまあまあ人気あるんですよ。多分、青黒のプリンズウォーカーってアショクが初なんじゃないかな。で、まあまあ今はいろいろ違うが、あれがいたか、テゼレットはいたか。まあテゼレットについて、まあ2番目の青黒のプリンズウォーカーっていうことで、まあ人気を博したカードで、で、今回のアショクはハイブリッドカラーで、まあ中性5の小マイナスしかないっていうので、もうこれはテンプレなのかな、今回のアンコモンプリンズウォーカーは。で、あなたがこれで中性、で、これ常在能力がすごい素敵なんですよ。対戦相手がコントロールする呪文や能力はライブラリを探せないっていうので、で、このライブラリサーチをやめさせるカードって結構強いんですよね。かなり相手の行動を阻害できるんで、しかも早い段階に着手できるプレインズウォーカーなんで、まあ、中性値がね、増えることはないので、自力で守っていかないといけないんですけど、それにしてもやっぱ置物でライブラリサーチを止めれるっていうのは、かなり強くて、で、まあ、スタンダードね、パッと思いつくの、
はないけど、まあそのモダンだったらやっぱそのフェッチがあるわけですよ。でフェッチっていうのはライブラリーから土地を持ってきてやっと土地になれるので、でその一段階を踏めないっていうことで、そのフェッチがもうカードとして完全に腐るんですよね。で土地っていうのはやっぱその毎ターン毎ターンちゃんと供給していかないとそのゲームにならなかったりするので、その早い段階にこいつが着陸してもうそのハンドにあるフェッチはもう土地じゃないよっていう状態にさせると、そのマナが出なくてね、そのまま自己負けさせたりもできるので、そういう意味でこの能力は結構強くて、でマイナー1もねまあまあいけてて、プレイヤー1人を対象としてそのプレイヤーのライブラリートップ4枚を墓地に置いて、でその後対戦相手の墓地を追放するっていうので、そのライブラリーからカード4枚墓地に置くっていうのプラスその墓地追放っていうのが分かれて起きるので、だからねまあその相手の、まあ、墓地対策になってるわけですよね。でまあ墓地対策プラス一応その4枚ライブラリートップ弾くっていうのはまあそのアドバンテージこそ奪ってないですけど、相手のライブラリーっていうねそのやれることの幅をね少し奪ってるので、墓地に行かない分まあこれはアドバンテージと呼べるんですよね。まあ、うまいこと言ったらね、その相手のデッキに1枚しか入ってないカードとかが抜けるので、で、しかもまあ、4枚見れるっていうのがね、相手の戦略とかも、まあ、見れるんで、どういうカードが入ってるかとか。だからまあ、そういう意味でもね、まあ、墓地帯としても強いし、まあ、ライブラリーサーチを止めるっていうのも強いしっていうので、なんかモダン向けのプレインズウォーカーかなと思いました。ハイブリッドなんでね、入れやすいっていうのもあるし。そう、そうだよね、青でも黒でも、この能力が取れるっていうのは結構ありがたいから、多分モダン的にはなかなかイケてるプリンズウォーカーなんじゃないでしょうか。はい、ということでまあ今日の紹介はこの辺ですね。まあボーラス様はね、まあボーラス様がねちょっと思いのほか残念性能だったんですけど、まあニコルボーラスドラゴンゴッドっていうので、ゴッドファローとねまた違う感じで自分を神とね呼べっていう、なんかボーラス様のね荒々しい感じが名前にも出てて、まあそういう面では素敵だなと思いました。はい、ということでまあ今日の紹介はここまでです。また次回お会いしましょう。さようなら。